こんにちは。気になる女性からなかなか好かれないと悩んでる人も多いのではないでしょうか。しかしそれは女性からの脈ありのサインを見逃しているだけかもしれません。本日は多くの男性が見逃してしまう女性の意外な脈ありのサインをお伝えします。 1. よくからかってくる。小学生の時に好きな女の子に意地悪する男子はいませんでしたか？この場合はその小学生の男の子と全く同じ心理です。好きな男性を必要以上にからかってしまうという脈ありサインはツンデレの女性に多く見られます。ツンデレの女性は好きという気持ちを他の人に悟られたくないため、好きな男性をわざとからかったり意地悪をしてしまうのです。またエスっ気が強い女性ともからかうことで相手と距離を縮めたいと考えている場合があります。彼女たちにとってはからかいも一つのコミュニケーションの一環なのでしょう。またエスっ気が強い女性はいきなり恋愛関係に発展させるのではなく、仲のいい女友達というポジションを確立させようとします。からかいつつもご飯行こうとか遊びに行こうと二人っきりで誘われれば、あなたのことを男性として見ている可能性が高いです。もし男友達として見ているなら、わざわざ二人っきりになろうとしませんからね。 2. 目が合うとすぐそらす。奥手な女性ほど好きな男性と目が合った時にすぐに目をそらしてしまいます。奥手な女性もツンデレ女性と同様に自分の行為を他人に悟られてしまうのを嫌がりますし、何よりふとした瞬間に目が合うのが恥ずかしいのです。奥手な女性は恋愛には人一倍不器用で引っ込み思案になりがちなのです。とにかく自分の感情を素直に表に出すのが苦手なように思えます。このような女性は話している時も緊張して目を合わせないことがあります。目を合わせてくれないからといって決してあなたのことが嫌いなわけではないのです。逆に目をそらされても何度も目が合うようでしたら、あなたに好意を抱いている可能性が高いです。 3. 時々相談事をしてくる。あまり接点がなかったり普段はサバサバしている人から相談事をしてきたら脈ありの可能性が高いです。相談事は基本的に自分の弱みをさらけ出すことが多いです。どうでもいい相手には相談はしないので、相談されている時点で相手の女性はあなたを頼りにしていると言えるでしょう。また相談をきっかけに二人きりで会う機会を作りたいと思っている可能性もあります。職場で顔を合わす機会が多いけど二人きりになる瞬間を作り出すのが難しいのが社内恋愛の特徴。相手の女性も接点がないのにあなたをいきなり食事に誘うのはハードルが高いはず。そこで相談があるんですけどと言って1時間から2時間会う約束をして、ついでに食事をするという流れを作りたいと考える女性も少なくないはずです。仕事の相談もしつつあなたとの恋愛も発展させていきたいと考えているかもしれません。 4. LINE の返事をわざと遅らせる。脈ありならすぐに返事が来るだろうと思う方も多いかもしれませんが、中には返事を遅らせる女性もいます。返事が早かったり頻繁にやり取りをしたりすると行為がバレてしまうのではないかと不安になってしまう女性もいるのです。また駆け引きとしてわざと LINE の返信を遅らせてこちらの気を引こうとする策士の女性もいます。女性は男性が思っている以上に LINE のやり取りまで神経を研ぎ澄ませているのです。また奥手や慎重なタイプの女性はそもそも LINE が苦手ということもあります。女性はみんな LINE が好きという人もいるようですが、実は LINE が苦手という女性も一定数存在します。奥手な女性にこの傾向が強いようですね。また LINE では自分の気持ちが 100% 伝わらないと思っている人も多いようです。そのような女性は内容をじっくり考えているうちに LINE の返事が遅くなってしまうようです。もし相手の女性が男友達が少なく真面目なタイプなら LINE の返信が遅くても気にせず大丈夫です。むしろ脈ありの可能性が高いので慌てずに相手から返信が来るのを待ちましょう。 5. 話しかけても冷たい態度を取る。一般的に脈ありの女性であれば話しかけた時に素直に笑顔で対応してくれると思いますよね。
しかし素直に脈ありサインを発信できない女性は話しかけられても冷たくあしらってしまうのです。このような情勢も笑顔で接することであなたに好意が伝わることを恐れているのでしょう。ツンデレ女子は照れ隠しで冷たい態度を取ることもあります。好きな人と話すと緊張してしまうし、ニヤニヤしてしまう自分を隠したいのです。いつもの違う自分を他人には決して見せたくないのです。そのためわざと冷たい態度であなたに接してきます。中には直接会話しているときは冷たいけど、 LINE のやり取りをしていると面白いスタンプを送ってきたり、フレンドリーな接し方をする場合もあります。直接話したときと LINE の雰囲気に違いがあるなら脈ありの可能性が高いです。7、脈ありサインの見極め方。上記でお送りしたように、女性の脈ありサインは見極めが極めて難しいものも中にはあります。気になる女性が上の行動をとっているなら、あなたも自分から行動を起こそうか迷ってしまいますよね。脈ありのサインに見えても本当に自分に気があるかどうかの確証は得られていませんからね。そんな悩める男性に女性の脈ありサインを見極める方法をレクチャーします。見極め方は至ってシンプル。ある質問をするだけ。それはあなたに釣れない態度を取る女性がいたら、この質問をしてみてください。なんでそんな冷たいの？俺のこと嫌い？という軽いノリではなく、静かで穏やかなトーンで聞いてみましょう。ポイントは静かなトーンで真面目な雰囲気を作って質問することです。絶対にヘラヘラしながら軽いノリでは聞かないでください。相手の女性があなたに対して好意があるなら、びっくりした顔をしてから、そんなことないよ、ごめんと確実に否定してきます。もし脈なしの場合は、え、別にと素っ気なく返してきますので、はっきりと見極めがつくはず。8、脈ありだと感じたら、どうやら気になっている女性は脈ありのようだ。そうなったらあとは自信を持って行動するのみです。脈ありだと感じたら、次にどのような行動を移せばよいのか解説します。あとは自分の直感を信じて堂々と女性にアプローチしていきましょう。ここでのポイントは、とにかく自信を持って意中の女性の前で振る舞うことです。恋愛の話をする。恋愛の話は女性との距離を縮める上でとても有効です。なぜなら恋愛に興味のない女性はほとんどいないからです。脈ありだと感じたのなら、女性へ恋愛の話を振ってみます。お互いの恋愛観を語ることでより親しい仲になれるのです。例えば、人生で一番好きになった人はどのような人か、どのような家庭を築きたいかなど。ポイントは他の人に話していないようなことを聞くこと。時には過去の恋愛のトラウマや嫌な思い出を引き出すのも悪くない手段だと思います。そのような話が出てきた時は、決してその出来事を否定せずに相手の女性に寄り添ってあげることを意識してください。プライベートでの付き合いに移行するためにも、女性との距離感を縮めていくことが大切です。デートは2人で、また会う時は2人で会うようにしましょう。脈ありと感じているのならば、自信を持って堂々と2人でのデートに誘ってください。回りくどい言い方ではなく、的確に伝えます。自信のなさが現れたら相手に減点される可能性もあります。日時と場所を明確にしてお誘いするのがポイントです。連絡はこまめに取る。脈ありと感じたのなら、これまで以上にまめに連絡をします。脈ありと感じたからといって油断は禁物です。人間の心は変わりやすいので、相手の興味があるうちにこまめに連絡は取りましょう。ただがっつきすぎては惹かれてしまうため、時には我慢することも大切です。決して舞い上がらずに普段通りに連絡を取り続けてください。いかがだったでしょうか。振り返ってみると、女性から送られてきていた脈ありのサインを見逃していたかもと思った方も多いのではないでしょうか。女性からの脈ありサインに気づければ、あなたの恋愛もきっと今以上にスムーズに進めることができるはずです。今回ご紹介した女性の脈ありサインに気づけたら、ぜひ自信を持って女性をデートに誘ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。
動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。